天才ピアニストの深夜おでん。<music> どうも皆さんこんばんは。顎出しのこと、を信用してます。天才ピアニストの竹内です。ああ、顎出しって言っといたら美味しいでしょ。みたいなあのあぐらをかいた気持ちが良くないと思いますよ。真澄です。<laughs> どうもありがとうございました。ぐらいの喋ゃべったよ。<laughs> 長尺で。 ね、ね今日もねあのお便りいただいておりますのでご紹介しましょう、はい、カレー遥改め佐野志郎さんよりですね改めましたねだいぶね、えー、改めすぎてない、えー、よく早口の清潔に気を配れり的な例え話で口の中は便器と同じぐらい汚いと言いますが、うん、私はその例えで逆に便器触る余裕やなと感じます にっちぐらいなやったらって。衛生観念は人それぞれ以前オアシスの大久保さんが世間体がなければトイレの後手は洗わないとも言っていました真須美さん竹内さんも独自の衛生観念持っていそうに感じますどこまでがセーフラインか伺ってみたいですということでございます真須美ちゃんどうなんですか私はもう衛生観念終わってるんで丁寧なんで私はね衛生観念ちゃんとしたふりをするねもう怪獣ですあそうですかはいあの表には出してないだけでただでもはい あのー、床で寝るのはちょっと無理はいはい、はい、って言うけどあここ行けるなとかはあるよ <laughs> だから人よりその段階の問題ですよね、うん、また竹内よりその全部対応してるわけじゃないけども、うん、他の人よりは寝転べるよとあとこのオアシスの大久保さんが言ってた通り、はいあり、のー、言ってた通りやなしに言っていた通りねはいはいはい と、お手洗いの洗面所で一緒になったときは洗いますけど。もう一人のときは。一人のときは風を切って、帰ってくるってことですか。あの。洗面所。汚くないんでね。ええ、汚いっすよ。私、逆にそれを洗うわ、割と。ええ。ええ。だから、ハンカチ持ってないね。で、な。うん。だからな、すっごいな、やっぱ偉いなと思うね。何がですか。自分用のハンカチをね、しっかり持って。はい。 手を洗ってる人はははいいいただでも看護師してた時は病院では病院ではめっちゃ洗うので一歩外に出た途端洗いにくい洗面所を無視してただでも厳しを返して知らん人であっても人がおったら洗うこいつ手洗わんと出てるやんってなったら嫌やからでもさたまにいますやんおるこいつ人おんのに洗わへん方出でって。 うん、自分のことね神棚にあげるようやけどほんまにあれどうかと思ってるみたいあれどうかと思ってるうわ神棚にあげとんな大無事祭りあげてんねんけど祭り上げてんのに一番高い棚に入れてますねうわトイレ行ってんのに手洗わんと出てきたで私がいてんのにってえちょっと待ってちょっと待ってあなたさその、人が見てなかったら洗わへんっていうのはその、大小に関わらずってこと大の時はさすがに洗うかいやでもついたら洗うで ねね普通まずいやいや言うやんかあの何を神なこう何十か重ねてお尻を拭いたとしても大腸菌大腸菌を通すから結局手についてるんだってはい通ってないねん通ってんねん通ってはおんねん通ってないねんそらなじで肛門触ったりはいそんな時はないけどねうん揉み込んだりした時な そうあの眉をトントンってしたば邪魔するじゃ,ゃん <laughs> ないですよねそんな時 <laughs> とトン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 ってした場合は <laughs> ちょっとかゆいなと思ってあの、えー、ギターを奏でたり <laughs> あギターあ楽器をねあの楽器も知ることのギターを奏でるような <laughs> えちょっと待ってそれは逆の手はちゃんと弦押さえてるってことですか <laughs> だから右手右手で右肩の上で弦を押さえて、うん、<laughs> あたし左利きオン押したら 左で、レフティやんバリボリバリボリ。した際は、はい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 。さすがに洗います。それはね、私だって。エッセンスがついてもんだって。バスケもエッセンシャー自分のエッセンスやしね。え、でもそれは洗うんやろ、さすがに。それは洗う。けど、ティッシュを一旦かましたら、もう絶対大丈夫ってことですかうん。それはね、ティッシュに、例えばおしっこであっても、うんちであっても、染みてきて、濡れる、手が濡れるようであれば洗うで。完全に触れ合ったらと。そう。いうときはね。うん。 なんだけストイックなティッシュの使い方してね絶対触れんようにしてくださいそれは多めにだからうんいけるななるほどなうんんか家のトイレの後なんか手洗うえでもさ上から出てくるやんでもさ分かるで分かるでかるそのさもう5分程度にしゃしゃってやらへんほんまにあのなんていうのかな湯通しみたいなぐらいの感じやろ粉落としみたいないやそうやな 噴水触るときみたいな感じやろ。<laughs> いや、そんなにちょびっとではないよ。や,やっぱ、手濡れるね、噴水触ったらね、ぐらいではない。ぐらいろ確かに洗面所に行ってわざわざ、うん、あのすみません、石鹸ハンドソープをプッシュして、ガーっとはやってない、うん。一緒や。外行ったって。いやいや、そのお、水のウォッシャブルを舐めてるやん。ええ、だから、その、上からジャーって出てきてる水で手洗って。うん タオルでもいやこれね家になった途端、ね、手の洗う確率ぐっと下がってると思うまあそれはそうかなみんな言ってないだけやと思うで。あ内密にしてるだけで、うん、はい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 それはそうかもしれませんねただまたね神棚にまずい上げて申し訳ないけどはいはいはいあなたは何個神棚があったにするんですかほんに神棚の上にあげるようやけどうん神棚よりも上に一個棚あるもんねせいね あ、そう。棚上げてあげてしてる。いや、男性はだってそんな、しかも、え、っていうか男性はでも、座ってやったら、女性と一緒のコンディションじゃないですか。ね、いや、でも多分ね、便器の中にこの、おちんをこうグッと入れると思うからえ。あなた、あだ名で呼んでんの <laughs> おちんって。おちん様を。<laughs> あ上待ってんねん。爪上そうそうやなと思ってんねや <laughs> 自分より格上やなと思ってるから。あ、そうなんや。あ、そうそう。そうそう。おちん様があってのマスミやから。<laughs> あ、なるほどね。うん、確かに、そんなかったらもう、マスミは、おらは、そう,そうそうそう。え、首 <laughs> 地球におらんそうそうそう。なんか、多分触ってらっしゃると思うんで。まあ、さ、ノータッチで無理か。さすがに、便器に触るとはいえ。でも、正直、その、おじい様も汚いんかって言われたら、どうかなっていうところやねんけどな。結局、だから、おしっことか、うんちが手に付着した段階で、汚いと思ってる。いやー、わ<ー>かるよ。 蒸れてるから金繁殖してるって <laughs> 一人でずっと喋ってるやん嫌いと思ってる <laughs> いやわかるよ、ね、<laughs> いやわかるよパンティー内でね蒸れてね勝手に反論を感じて蒸し上がってはいはい蒸し蒸し,蒸しんしんみたいなすみさんあれなんか過去一ひどい書いちゃうけどなんかもしかしたら入り口そうでもなかったけど <laughs> 豚もおったし <laughs> 豚もったことやし <laughs> そう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 あー そうですよねでもやっぱ直接触ってないっていうとこに関しては男性の方が汚いって私は思ってますねうん女性よりもう一段階汚いっていうのはありますよねだから誰やったっけな怒ってあったもんな居酒屋とかで三浦さんかな男女一緒のトイレのこのドアノブとかは終わってると。 特に内側、はいはいはい、洗わずに出てきてる、もう洗面台外にあるから、だからマックは私はもう警戒してます。確かに。触らないようにしてます。まあ、男女共用あんま、ね、嬉しくないよね。嬉しくない、な、でもな。本のこと言ったら、絶対女性の方が汚い。あ、そうですか。その、書き写したりとかした場合は。休みやん、それ。な、みんながみんなギタリストと満足してください。ギタリストの状態、みんな分かってんのかな。ギタリスト状態、まあ、でも、お風呂ではギタリストになったことあると思うねんけど。 あ,あ、そか、そか、別に表沙汰で奏でたことはないけども。うん、私もそんなに表沙汰で、外でギタリスト失敗してないですよ。かき、かき鳴らしてないですよ。ベースみたいな時の、弾き方ベースみたいなの。あるある。あの、はい。ずんずん、ずんずん、ずんずん。音低い時。でも、基本的にハードロックかな。エレキ。うん。エレキ。すごいじゃない、あなた。あ、そうですか。そう。 うんうんうん、そうまあそれいやそれギタリストにかマサルモはないですよ正直それ爪の中にバイキンいったねからバイキンマムしよそうよいくらあなた綺麗にコーティングしてたってねそうそうそうドクマ見ですけどまあその場合はねまあそうですねだそうだなそっち系の衛生はねえオエとなりますよねだからまあアルコールは押した方が手を洗ってるよりも殺菌能力があるっていうのはよう言われてるじゃないですかはい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  だからアルコールはするな結構その居酒屋とか行っても,でもななんかアルコールの駅か変な匂いするとこめっちゃあるやんジそれはほんまにアルコールなんていうやつやろいやそう、うん、とかもあるしアルコールの揮発成分を感じても、うん、ハー飛んでいってアルコールやなって思ってもなんかなんか手変な匂いするなっていうあ,るあ,るあ,るあれ何ろなの私聞いてな,いみたいな時あるやん茶けもあれやめてほしいよなめっちゃなんかで結局私手洗いだなんねんあれうわ意味ない <laughs> そやろ多分殺菌はされてるけど匂いが気に入らなくてみたいな たまに思い出したけど居酒屋とかでさ店員さんがスプレータイプのシュッシュってするタイプのアルコールを持ってきてこの机のとこに来て「すいませんアルコールお願いします」で「シュッシュってむっちゃちょっとだけのアルコールを拳もしてくれやん」でこうすり込むやんすり込むその次の瞬間におしぼりくれる時あるやん何にも分かっとらへんなってな順番間違えてるよな拭いた後いかんときっかけ拭くねんけど拭き取んねんけど拭いちゃうねんけどでも多くない だから全然分かってないよなもうあの段取りでやってるからもうやねシュッシュッシュッてやってねあおしぼりとおしぼりと逆やろ逆やろ皆が拭き切ったタイミングでシュッ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 てして最後にアルコールせんと何をやっとんアルコール成分拭き取ってうんめっちゃちょっとしか出へん百均のなんかもうボトルみたいなんでなかなか揮発せえへんな手に広げただけのほぼ水ちゃうかみたいなあれよねあれよでもさ便器と口の中同じって初めて聞いてんけど ぐらいでもスマホとスマホと便座まあまあ肛門はもっとすごいかもしれないですけど <laughs> スマホとかパソコンのキーボードは手でも触ってるいろんなとこ触ってから触ってるから、うん、あの…便座ぐらい汚いそんなわけないと思ってますけどね私もねそうキーボードの上おにぎり転がったやつ食べれるやん別に。 でも便器の上なんかもう終わりやだって実質がついてるもんな実質で多分味も変わってるやん味変してるやんうわー便座なんかカピッとなそうだから絶対ね違うんですようんかみ状態だからね全然違うあのあれも言えないのちとゴキブリ同じ成分みたいなやってくる人おるけど色がちゃうんだから色がちゃう色も形も匂いもちゃうやろ成分が一緒とか言い出したらもうこの世のすべてそうなってくるからね甲類みたいなことそうそうそうみたいな成分が一緒っていう 表から見たときに、こう、揚げてて、ビジュアルあんまり変わらんかって食べたら一緒なんかもな。まあ、目つぶって食べたらい,いけるのかもな。これ、エビですって言われたら。うん、いや、でも、香りちゃうでな、エビ。香り高いよな、エビはな。高い。高いしさ、プリッとしてるしよ絶対ちゃうよな。ゴキブリには勝ってると思う。でも、私もゴキブリ目つぶって揚げ物にしたら全然食べるな。私も。なあ、うん、私らってそういう衛生管理させてもてますんで。すいません。んそこのとこよろしくお願いします。おやすみ。おやすみ チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう